はい、ということで今ね、はい、向こうの方からコーランが聞こえてきますけどね、はい、皆さんお祈りをする時間です、はい、インドネシアはイスラム教はね、90%、 90%、はいはい、私もイスラム教です、はい、実は、はい、回収しました豚を食いませんさあ、あれは何ですか。あれは日本でもありましたバランスブリッジ、バランスブリッジですか、ウォーターブリッジですね、はい、はい、結構重いんでね、そうなんです、簡単なんじゃないですか、そうなんですね、結構アメリカで見てると、はい、アトラクション多いんですが、はい、アメリカ多いんですよ、僕はでもやったことないんで、昔のやつですか、そうです、日本でも結構昔にやってた、そうです、僕が作りました、はい、あんまりね、気に入ってなかったです、だって割合失敗せっか、だから、もう急がせるから、ビジネスで、早く第3エリアを決めろって。今日まで決めないとこのエリア空いちゃうよっていうから当たり前だしょうがねえからなんかポールジャンプとか作っちゃったりとか、はい、これ今何やってるんですか、はい、これねブリッジから落下するときに池の幅がねちょっとギリギリなんで、ああマットを立てて水面に突っ込んで、マットにドーンってなってからあちらがおつるさんです。よろしくお願いします。なんかありますか？いや、インドネシア成功させます。よろしくお願いします。この後結婚式です。僕じゃないですよ。何ですか？クリスティ。クリスティ。クリスティの結婚式です。はい、地元のテレビ局。はい、美術さんがね、スタンバイが早い。こんなに早い、なかなかアジアのね、スタンバイやってくれる美術さんなかなかいないですね。ね、いなかったですね。はい。心を入れ替えたからね、はい、あとマタチからの提案で次回から滑り止めなくなりましたヌルヌルです、はい、全員滑り止め禁止になりました、はい、感染ですか、手汗の人、手汗の人病院行って、はい、手汗かかないようにしてから出てください、はいはい、もう滑る滑らないは本人次第ってことでね、はい、テロベチョベチョの人の後を誰かやったらベチョベチョになってるじゃないですか、はい、それ順番がまずかったところですか、そうですね、はい、それもサスケです、はい、じゃあ手汗の人は僕手汗かけますって一応申告してください、それメールで、メールで、はい、お願いします、じゃあ続きましょう、はい、あめマニッシュ練乳うん、練乳。